Thank you.
欲しいの導きによって、お一人ご諸国のために示されました。信仰の光によって歩む私たちよ。あなたの顔を仰ぎ見る日まで導いてください。主キリストは生きて治めておられます。ゆえよとご支援に。アーメン。イザヤの預言、エルサレムよ、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒がグリグリを包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいて、主の栄光があなたの上に現れる。グリグリはあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れる。その輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに至る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、グリグリの富はあなたのもとに集まる。ラクダのタイプ、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。神の御言葉。神に感謝。Thank you.
教会への手紙。皆さん、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません。決められた計画が英知によって私に知らされました。この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに掲示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。神の御言葉。神に感謝。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれる。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていた。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。
ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったの。別の道を通って自分たちの国へ帰っている。Gracias.
さしい聖霊の時代、このイエス様がいないけれども聖霊を送っていただいて、今までずっとこの世にいる私たちは、この教会は聖霊の導きと照らしを続いています。世界中のカトリック普遍教会という言葉を使ってユニバーサルですね、綺麗な歌を皆さんにもう一度紹介したいと思います。Thank you.
神と霊を互いに、それは神様に捧げ物をまさにこのミサの中でも私たちその意向もあります。すべての良いこと、すべてのできないこと、失敗したこと、成功したこと、去年も捧げ物になった、今年もこの2日、主の高原の日曜日も私たちは出発点、この始まり、2022年も神様に、神様に捧げて歩んでいくことが、まさに今日の主の高原の意向です。
どうぞお座りください。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、豊漁の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える潤しはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さんともに捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。命の源である神よ、教会の備え物を顧みてください。黄金、乳香、持ち役ではなく、主イエス・キリストご自身を表すこの備え物によって、命の糧を受けることができますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々とご支援。アーメン。主は皆さんと共に。また、あなたと共に。心を込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、あなたの栄光をたたえ感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは御子キリストを使わし、諸国のために救いの神秘を示してくださいました。キリストは死に定められた人間の姿を持って現れ、私たちを不死の命に呼び戻されます。神の栄光あがめ、木の上山すべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなくお見舞います。
すべての聖戦の源である父よ、今聖霊を注ぎこの備え物としてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで十字架に向かう前にパンを取り感謝を捧げ裂いて弟子に与えて王聖になりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り感謝を捧げ弟子に与えて王聖になりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす教皇フランシスコ、私たちの司教トマス・アクイナス・マイダ・マンヨット、武蔵司教パウル・サカイ・トシール、すべての奉仕者とともにあなたの民を誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召されたマリア・テレジア・クロダ・ウサコを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものがその復活にも結ばれますように。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒と全ての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストの地に聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに全ての生まれと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の死を守り御言葉に従い父子で主の祈りを歌います。
あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に王せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧みに、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯有とこしえに。アーメン。主の岩がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わします。主の
ますよ。すべての人の父である神よ、いつもあなたの光で私たちを導いてください。救いの神秘に預かった私たちが日々信仰と愛に進むことができますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々と教えに。アーメン。今から小田さんの長男さんの挨拶をこういうふうにします。
今日の一時の蘇民のミサは豪華速だけだから皆さんに紹介したのは今日の動画です、はい、この寒い中で皆さんが一人一人この高原のミサを大切にして来ていただいて心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の詐欺終わります。行きますよ。主の日は次に神に感謝。
それでは以上です。来週も。